ミコメン。ユータ、大丈夫だぞ。すぐミクロマンたちが何とかしてくれるから。ああ、困ったのである。一体どうしたらいいのだ。エジソン、大変だ。ん？ああ、なんであるかこれは。ウォルト、お前どこかいじったのか。何もしてねえよ。この機械が勝手に動き出したんだ。なんだって。なんだこれは。エジソン、おいエジソン、どうしたんだ。アーサー、最悪の事態である。町の中でもユータと同じように人々が原人化しているのである。なんだって。ああ、もう何が何だかわからないである。落ち着けエジソン、冷静になるんだ。どちらにしてもその鍵はこの建物の中にあるはずだ。エジソン、その原因なら多分俺が今戦ってるやつだ。ん？そのロボット化した蚊が研究所内をうようよしている。なんだと。アーサー、分かったぞ。蚊が動物の血を吸う性質を利用して人間を原人化するウイルスをロボット化した蚊、つまりアクロポスキートに埋め込んだに違いないのである。どうするエジソン。アーサー、君たちはイザムの応援に行ってくれ。それとユータはどうしている。ユータなら大丈夫だから、ユータくん。ユータくんなら私にしがみついてるわ。そうか、それではマミちゃんはユータを連れてこちらに戻ってくれ。了解。エジソン、俺もビートローダーで出るぜ。町に放たれたアクロモスキートを少しでも退治してやる。気をつけてな。ビートローダー発進。よし、私たちも中へ入ろう。うん、ほらユータくん、自転車に乗って。ユータ、ちゃんと元の姿に戻してやるからな。待ってろよ。よし。これでどうだ。何？研究を利用しただけだ。どういうことだ。人間を原人化するウイルスはもともと人間が作り出したものなのさ。なんだって。自らの進化を自由にコントロールしようという愚かな欲望のためにな。それを我々がアクロモスキートに吸わせて町にばらまいてやったのよ。あ、教えてくれてありがとう。そうと分かれば原人化した人間を元に戻すワクチンを僕が作るのである。エイジソン、そんな、あのデモンレッド様、どうしましょう。黙ってろ。そううまくいくかな。原人化した人間を元に戻すことができるのはせいぜい3時間以内。それ以上経てばワクチンは効かない。3時間だと。エジソン、どこなの。あ、マミちゃん、ユータ、待っていたぞ。すぐにミクロ化してくれ。うん、ユータくん、もう少しよ。公平、アーサー、ユータは安心して任せろ。だがたとえワクチンを作ってもユータを助けたとしてもアクロモスキートがいる限り。理解したようだな。
お前たちがワクチンを作ったところで町中に広がったアクロモスキートを破壊しなければ原人化する人間は増え続ける。もう遅いのだ。そんな顔をするな。お前たちは結末を見ないで済む。ここがお前たちの墓場になるのだからな。キーアクロ戦闘隊アクロモスキート、くそっ、マグネソード、シールドオブフレイム、どうしたらいいのだ。ワクチンができてもこのままでは町中に溢れている蚊をいっぺんに退治することはできないの。ロボットである以上コントロール装置があるはず。それを見つけ出せれば可能なのだが、しかしこちらウォルト、エンソン聞こえてんのか。頭を悩ませているときにいきなり現れるんじゃない。もうさっきからミクロジウムディテクターに反応してるアクロモスキートのうち他より強く反応してるのが一つある。なんだと。今そいつを追ってる。どういうことなの。もしかしたらそいつがコントローラーだ。どうして疲れたか。アラス行ったぜ。このワクチンを町にも撒いてきてくれ。わかった。ありがとうエイジさん、みんな君のおかげだよ。いや、なんのなんの、全員のチームワークの賜物である。くそ、またしても我々の邪魔をしよって。覚えていろよミクロマン。あのデモレッドさん、なんだ、私もあのアクロモスキートにブツンブツン刺されてしまって、あのワクチン作っていただけないでしょうか。その方がお前の間抜け面によく似合っているぞ。どう、デモレッド様、せめて散髪に行くお金を。キャサリン。